ごぼうはですね、本当にあの食物繊維も豊富ですし、ポリフェノールもあの豊かに入ってますし、本当にあの健康的な食べ物なんですね。で、僕自身子供の頃はそこまで、得意じゃなかったんですけれども、やはり子供の時からごぼうを食べてほしいんですね。で、今やっぱり食物繊維があまり足りてなくて便秘がちになっちゃったりとかするね、まあ大人も含めて、子供もいっぱいいるんでね、ぜひ子供にごぼう食べてほしい、そういう気持ちがあります。